ユヒホーは、中華民国の軍人、政治家、兵団など軍工法勤務の専門家で、後に、国民政府においても、交通部部長など要職を務めた人物である。字は、キコリボン。1908年に、ネーハ師範学校を卒業し、侵害革命が勃発すると、上海学生軍の一員として、革命派に加わった。この時、小介石の下で、 軍需官を務めている。1912年、陳その美の推薦で、北京軍需学校第一期に入学し、2年後に卒業した。以後、国立北京師範学校、国立北京高等領島師範学校などで、学官や体育教員を務めている。1915年、ネーハ第四中学と商工第五中学で社官となっている。孫文が語法運動を開始すると、 ユヒホうもこれに合流した。1922年、福建省で、省経権と補助権の県庁を歴任する。1924年6月、越軍総司令部新経営所所長代理となり、さらに、候補軍艦学校軍事部副主任も兼ねた。翌年2月、同行運輸総艦官に任せられ、1926年2月には、中央軍事政治学校経理部主任となっている。 北伐が開始される直前の1926年6月、ヒホ法は国民革命軍総司令部兵炭総監に任命された。北伐軍が南省を攻略すると、厚生省政務委員会委員と財政委員会委員を兼ねている。1927年4月の上海クーデター後に国民政府財政部構会館監督に任ぜられた。 国抜終了後の1928年11月に、軍政部軍事所所長に任ぜられ、翌年3月、中央編使区県第一編使区弁事ところ、経理文書所長となっている。1931年1月、由比法は、交通部政務次長に任ぜられる。1933年の頂上高専では、下北平坦ことよに任ぜられ、前線を支援した。 翌年、欧米を視察し、帰国後の1935年に通信兵、学校副校長に任ぜられている。同年11月、中国国民党、第五期中央執行委員候補に選出され、その翌月には、交通部長代理を務めた。1937年2月、中央執行委員に補充書,を書くし、その翌月に交通部長に正式に任命されている。 日中戦争勃発後、ユヒホーは、軍事委員会広報勤務部部長に転じた。1939年3月には、田室家手管理委員会主任委員に任ぜられ、翌年4月に、運輸統政局参謀長を兼任している。1941年、運輸統政局副主任に昇進し、さらに、天面航路運輸工程管理委員会主任委員に任ぜられた。同年9月には、 中面運輸総局局長に移っている。1945年1月、交通部長、祖守はじめが病気により辞任し、同時期に広報勤務部も廃止されたため、湯が公認の部長として復帰し、さらに戦時運輸管理局局長も兼任した。同年5月には国民党第6期中央執行委員に再選されている。戦争終結後も、 ゆひほうは引き続き交通部長の地位にあり、航路総局局長も兼任した。1946年5月、交通部長から退き、翌年1月には陸軍上昇の位を授与されたことを機に、予備役に退いている。7月、行政院政務委員会委員権領職部部長となり、翌1948年5月まで務めた。その後、 総統府戦略顧問委員に任せられ、国境内戦末期の1949年7月には、国防部東南区天元政権委,委員会、副主任委員を務めている。国民党の敗北とともに、ゆひ法は台湾に逃れ、東南軍政長官公所、航空委員会主任委員に任せられる。その後、中国油油コンス当事長、国民党中華工業会委員部改造委員会、 主任委員、総統副国策顧問、招き商局当事長、中国原選協会理事長など、政界、実業界の要職を歴任した。1952年10月、国民党第7期中央評議員に選出され、以後第8期、第9期でも連続して選出されている。1954年6月には、中央銀行副総裁に任せられた。 1966年12月19日、台北市にて病没、去年83、夕日放別影、ありがとうございます。